みなさん、こんにちは。札幌に日記えりこです。本日は二千二十四年一月二十五日でございます。今日はちょっとお仕事が休みなんですけど。すごいですね。吹雪で。<laughs> よかったです。お仕事が休みで、朝からね。雪かきをして汗だくでございます。えー、今日の動画はですね。ええ、二千二十二年の五月の末にですね。あの、おらいさんが札幌に来てくれまして。 その時にね、購入した苗がね、今どんな感じになってるのかっていうのをご紹介したいと思います。はい、こんな,な、結構ね、サイズ感的には買ってきた時よりだいぶね、大きくなっております。ちなみに買った時の写真がありますので、それをね、ちょっと見ていただこうかなと思います。どうぞ。えー、5月の29日の日曜日にですね、あの多肉ショップのリバスタさん主催 えー、トリップサーカスが初めて札幌に上陸上陸しました。<laughs> ちょっとね、あの買ってきたあの多、ー、肉ちゃんたちお来さん内容をご紹介したいと思います。えー、お来さんの新作ですね。北海道デビューになりました。この紫コのや、紫紺のやってやつですね。これこんな感じで。 すごい、ね、かっこいいですね爪がピッてなっててはいこれと「はじまりの花」っていうこの2つが北海道でレビューしたおライさんの新作ですこっちはね小さい葉で小さめの葉っぱでねこう葉数が多い子ですはいで私的にすごく欲しかったのがこのマドカマドカちゃんです これもね爪がピッて,なってててななっっ葉ぱがすすごいワイドなんですよねこれがねすごく欲しくてあの今回ね本当におらいさんがものすごいたくさん苗の数を持ってきてくださったので結構ね皆さんあの新作を含め欲しいものをゲットできたんじゃないかと思いますはいこんな感じで実は一つまどかがねだめになってしまいました残念ながらはい。 他の猫、ね、たちは元気です。ただすごいことになっているのがありまして「せっか?」「っか始まりの花」なんですけれどもこんな感じになってしまいました。で <laughs> すごい面白い形になってます。びにょン。こんななんだろうタワーみたいな感じではい。<laughs> ですのでね、まあ、これはねまた春以降にね、えー、植え替えというか胴切りなどをして形を整えたいなと思っていますで割とね背が高くなっているのは、えー、こちらのね紫根の矢ですねこれもねこんな感じで割とタワー型になっております はい、すごいか数が多くって、はいまあ、これがねずっとお外で、あのー、太陽の、ね、下で育てていたらどうなるのかがちょっと <laughs> 分かりませんけれども、まあ、北海道だとどうしてもね、秋以降室内に入れなければならないのでそのせいかどうかは分からないですけれどもこんな感じになっておりますでも多分ね高さがなんか出そうな種類なのかなはい。 逆にあの形をあんまり変えてないのはこのももりンももりンは本当にべたっとロゼッタな感じで高さも全然出てなくてちょっとねピンクになってて可愛いですねもっと気温差があるところに置いといたりすればねもうちょっとピンクになると思うんですけどうちの状態だとこんな感じですあと ストロベリーミルククラウン、はい、これもね割と形が変わらずにこっちの方がなんか真ん中がピンクになってますねこのね花葉の形がすごい肩幅があるっていうか肩幅があってピッてなってて <laughs> すごい面白いですはいこちらはブルーベリームーンです、はい、ブルーベリームーンもねあ,のあんまり形変わらずにこんな感じで 可愛くそのままの形になっておりますこちらの3つがねちょっとね大きくなった感じがしますねこの四根の矢もだいぶ <laughs> 相当大きくなりこちらのプリンセスティアラも結構大きくなったと思いますあとねこれ夕波、はい、ちょっと薄場でね、うん、まあ、ちょっとね高さというか下側の方がどんどん枯れてきて 少し高さが出ますけれども綺麗にロゼッタ状になってます、はい、この3つはね先ほどのの先ほどの3つ4つと比べてちょっと大きくなった感じがします、はい、最後にね青札ですこちらはエボンにかける皿ひめボタンですこれもねまあまあ大きくなってる感じがしますちょっとツルツル系の 葉っぱで葉数が多いです。はい。でもう一つはこれが結構きね。<laughs> こちらはリラシナかけるストリクチフローラ。口が回りませんな <laughs>。はい。この子もね、大き,大きいっきです。はい。すごいちょっと白粉系で、でなんかちょっとねプチプチエクボみたいなのが出てますけれども、はい。順調に大きくなっております。 1>, はい、1つね大事なものを忘れてました下飾りこれも買ったんだったなんか端っこの方にいて気づきませんでした忘れちゃいましたけど、うん、これもちょっと結構長くなるタイプみたいですねはいシャープな感じがする子ですなんでね2022年に、ね、11個購入したんですねで1個ダメになっちゃったんで現在10個ございます、はい、おらいさん以外のね多肉ちゃんたちも一応室内で えー、まあ、無事に過ごしておりまして、ダメになっちゃったものとかはないです。はいまあ、どうしてもね。あのクラスラーとかのものは？えー、徒長しがちになっちゃうん。で、もうそこら辺はもう諦めてですね。もう春以降にですね。夏にまた形を戻してくれればいいかななんて思っています。 はい、本日の札幌演芸日記はここまでです。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。じゃあねー。